幼女神器。記憶がないのです。はい、雪崩が発生したのは知っています。俺たちほぼ全員巻き込まれたからな。その後気がついたら死ぬほど頭が痛くて。それはあれだ、タイ殿がお前の頭をすごい勢いで蹴ってたからな。そうだったのでありますか。あれはすごい鮮やかだったぞ。そこにいたやつ誰もがわーっと言ってしまうほどの放物線だった。そんなに飛んでた飛んでた。そこまで勢いよく蹴られたら死にますよ。殺す気だったんですかね。まあその前は息もしてなくて本当に死んでたからな。死んでたのが死ぬほどに変わっただけマシだと思わねえと。そうですね、不幸中の幸いです。ですね、大尉のおかげです。え、大尉の迅速かつ正確な応急処置のおかげでグランツ少尉も助かったのですから。いや、あれが迅速かつ正確かと言われたら疑問が。でも意味のない行動はされない方ですよ。私も大尉のおかげで雪崩から助かりましたし。え、そうなの。はい、あの雪崩が発生した時に大尉が私を救うために雪崩に飛び込んできてくださいました。セレブリャコーフ少尉、こういうことを言いたくはないが。はい、幻覚だ。え、ああ絶対幻覚だ。雪崩の時に俺が見たのは少尉をゴミ雑巾のように投げる姿だ。ああ見事なサイドスローだった。そうだったんですか。さすがに助けに行った人間をそんな投げ方しないだろう。確かにそうかもしれませんが。そうだよ、大尉に世間一般でいう優しさを期待しちゃいけねえ。あの大尉尋問訓練思い出してみろ。あれはひどかったな。あんな罵詈雑言をスラスラと言える人間初めて見たぜ。ああ俺ちょっと泣いちゃったもん。マジかよ。マジマジ、あれはやばいっす。完全な S ですよ、ド S。 違いねえ、幼女でド S ってマニアックすぎだが。盛り上がらねえことこの上ねえぜ。体系的な意味っすか。そうとは言ってねえだろ。いいんだよいいんだよ、少尉は分かんなくて。大尉殿に質問してみようかな。やめろ、マジでやめろ。